皆さんこんにちは、札幌園芸日記えりこです。本日は2021年ピックアップ植物その4ということでカーネーションをお届けしたいと思います。ぶっちゃけですね、カーネーションは、苗を買って育てた方がいいかなと個人的に思っています。何しろね、種まきから開花まで結構時間がかかりますし、うどんこ病とかにもかかりやすいんで手間がかかるかな。ただ花はとても可愛いんでね、一度はね試してみる価値はねあると思います。はい、それでは今まで撮りためた動画をご覧ください。今日はですね、2021年7月4日日曜日になります。2021年の春のね種まきは一通り2月からスタートして、6月の末ぐらいで全部終わったんですが、この7月4日からですね、こちら、ジョニーズセレクテッドシーズさんからね輸入しました、ダイアンサスカーネーションですね、シャボーオレンジシャーベットっていうのかな。ちょっと読み方が分かんないんですけど、このダイアンサスは 4.6 ヶ月、種まきから 4.6 ヶ月ぐらい開花まで時間がかかりますので、7月のこの時期からすると雪が降るくらいに、ちょっとまたねカーネーションを楽しめるんじゃないかなと思って、カーネーションだけに特化した動画を1本作ろうと思っております。一応これねテンダープレニアルといって、多少暖かいところであれば出根するという形になっております。でそれがねゾーン6から8、6、8だったら札幌は行ける。外でも行けそう。ただこのね説明書きにも書いてあるんですけど、やっぱり綺麗に咲かせるには一年草扱いした方が綺麗みたいです。見えますかね、こんな感じの種です。割と小さい、サルビアとかそういうのよりちょっとね、まん丸、ってか本当にごまの形ではなく、ちょっといびつな感じのに見えます。で種もね大きさが割とバラバラなので、じゃあこのような形でちょっと涼しめの場所に置いて発芽を待ちたいと思います。7月4日に種まきをしました。カーネーション1週間が経ちました。はい、このような感じで芽が出てきました。お隣のねポットもちょっと見づらいですが芽が一つ出ています。でね、お隣さんのポットはパッと見ちょっと出てないんですけど、でもなんか出そうな感じはします。3つ目のポットはまだ出てません。はい、今日は8月8日です。7月4日に種まきをしましたカーネーションがこんな感じで大きくなってきましたので、ポット上げをしたいと思います。はい、ではこちらをちょっと抜いてみます。よいしょ、ちょっとね土固まってますけど根はまだ全然このままなので、ちょっとでも割らないと2つ入らないな。これとこちら、こっちはでもね、下の方にこんな感じで根が入ってます。できました、こんな感じ。はい、まだね北海道暑いです。カーネーションもね涼しい方がいい植物だと思うんですが、なんか確か特にね夜にちょっと気温が高いと上手に分枝しなくて徒長するみたいなことが書かれていたと思います。なんでねちょっとね気づいて今パンジーの種まきをして保冷剤をね入れた発泡スチロールの中で夜は冷やしているんで、ちょっとここ数日夜はねその中に一緒に入れておきました。少しねポットが大きくなったんで入るかどうかちょっと今晩からわかんないんですけど、そうですね、
とりあえずまた様子を見てご報告します。今日はですね、8月18日でございます。ちょっと雨が降ってまして、雨の、ね、音がうるさかったらごめんなさい。カーネーションね、こんな感じで4苗ですが、育ってくれています。徒長もせずにね、いい感じですね。はい、ちょっとね、これからまた液肥をね、上げていきたいと思います。夏のね、すごい暑さももう終わりましたし、少しね、大きくなってもらいたいなと思います。はい、7月4日に種まきしましたカーネーション、約ね、2ヶ月が経ちました。今現在はじゃーん、こんな感じになっております。何センチ、10センチくらいかな、高さ。こちらの方も4苗ね、すくすくと育っております。はい、2ヶ月程度でこんな感じです。あ、今のね、気温の方はね、日中は20度後半なんですけど、夜になるとね、だいぶ15度とかになってると思います。カーネーションにはね、いい気温だと思います。はい、ちょっとじゃあまずちょっとね、根っこは今の時点で どれほどになってるのか見てみますね。抜いてみよう。あ、こんな感じですごいバチバチに回ってるわけじゃないんですけど、でも少し下の方でやっぱり根鉢がこう回ってきてるので、やっぱり鉢上げしたいと思います。で、上げるのはね、そのスリット鉢ね、 CSM120L モスグリーってやつですね、これに植え替えしていきたいと思います。結構ね、カーネーションなんかこうふにゃふにゃしちゃうんですよね、なかなか。よいしょ。事務所にね、前回ね、春の種まきでやったやつなんですけど、春っていうかもう寒いうちからやりましたね、2月ぐらいからね。事務所に持ってってね、鉢植えにした。地植えはね、全然ダメでしたね。樹影はカーネーション向かないかなって思いました。まあ私のレベルでは無理って感じで、鉢植えは、家のね、鉢のね、カーネーションを割と結構長くポコポコと咲いてくれました。はい、でね、事務所の方に持って行ったのはまあぼちぼちって感じですね。むしろやっぱり鉢で植えて、なんか本当に丁寧に管理していくと、すごく綺麗なお花が咲いてくれるかなっていう気がします。はい、こんな感じ。9月11日の時点でこんな風になりました。本日は9月の29日でございます。7月4日に種まきをしましたカーネーション、こんな感じでね、育っております。一応ね、お花が咲くまでは4ヶ月ぐらい、4.6 ヶ月かかかりますので、8、9、10、11月中かな、咲くので、まだね、窓辺で管理をしてまして、10月いっぱいはね、多分そのままで大丈夫かななんて思っているんですが、カーネーション割と寒いのに強いので、さすがにちょっとマイナスが続くようになると、浮上室に移動かなで、やっぱりね、北海道は寒くなると浮上室とか室内に入れなきゃいけない植物が増えますので、込みに浮上室がなるかもしれませんが、まずとりあえずはこんな感じで元気にね、4本育ってくれております。はい、7月に種まきをしましたカーネーション、本日は11月3日ですので4ヶ月が経ちました。はい、こんな感じでね、やっぱりね、ちょっと今もうどんどん寒くなってきてますんで、春にね、前とのに比べると背がだいぶ低いと思います。ただなんかね、葉がぎっしり茂っていて、決してね、なんか不健康そうじゃないですね。なんで、一応花が咲くまで 4.5 ヶ月、4.6 ヶ月ぐらいカーネーションかかるので、
まあその通りにいけば今月中にはお花が咲くという形になります。ただまあちょっと気温の方がねどうだろうっていう風な気もしますので、あんまり冷え込むときはね室内に入れた方がいいのかななんて思っております。ちょっとね葉っぱがところどころこうなんつうんだろうな、ちょっとこうぼちぼちっと色が抜けたような場所がありまして、これはあれかしらね、アブラムシとかに吸われて、それでアブラムシがいなくなってこうなった感じかななんて推測してるんですが、よくわかりません。はい、今日は11月17日です。7月の4日に種まきしましたカーネーションなんですが、現在こんな感じで風除室におります。こんな感じですね。花芽はねまだ上がってきていないです。ちょっと前回も言いましたけれども、あのね春に種まきしたあのカーネーションよりやっぱり寒い時期に突入しているんでね、背丈がすごく低いです。でもねその分ねわさわさ茂ってる気がします。そろそろ咲いてもいいかなと思うんですが、暖かい時期ではなくて逆に寒い時期に突入してるんでね、もうちょっと時間がかかるのかなと思っています。今日は12月2日です。まあほぼ5ヶ月経つんですけれども、今まではね寒くなってから風除室に入れていたんですが、今日から私の部屋に移動してきました。ちょっとフォーカスいくかな。そうそう、ここ花芽は上がってきてます。これもうね結構前から花芽がついてるんですけど、なかなか咲きませんで、ただね今もう私のお部屋に持ってきましたので、これからね咲いてくれるんじゃないかなと思います。はい、本日は12月20日です。カーネーションの方なんですけれども、先端の方につぼみらしきものがあって前思ったんですが、どうもそれはね葉っぱらしい。で今回初めてこちらのこれですね、これがもう確実に花のつぼみであろうというものを発見しました。はい、これだけなんですよ。あとはねまだね一つもつぼみらしいものはないかな。そのちょっと先端にぷくってなってるのが結局はねそこから葉っぱが出てくるっていう感じなので、なんかこういうの葉っぱかな、葉っぱじゃなくてつぼみだな、つぼみかなと思ったら葉っぱだったり、まあいずれにしても一つはねつぼみがしっかりしたつぼみがついてますので、開花までこれからどれぐらいかかるかな。はい、また観察を続けていきます。本日は2022年1月3日です。以前からね大きなつぼみがついていたものが先端からね花びらの色が見えてきました。あとほんのちょっとで咲くと思います。はい、現時点でね草の丈も40センチを超える、株元から40センチを超えるぐらいになってまいりまして、だいぶね倒れるのでちょっと100円ショップで長い菜箸を買ってきて支柱にしております。ちょっと株元の方の葉がちょっと通気が悪くってカビが生えていたんですが、まあ外にちょっと一度寒い中出してね、そのカビを拭い取ってやりましたら、それから先はねそんな広がってない気がします。今日は2月の13日です。前回のカーネーションの撮影から、もう1ヶ月以上経とうとしていると思います。でとうとうね綺麗な八重のカーネーションが咲いてくれました。こんな感じです。であとねつぼみもねどんどん上がっているので、これからお花が咲いてくれると思います。はい、ただねアブラムシがすごくたくさんついていて、ちょっと薬をかけました。あと相変わらず風がないんで、ちょっとやっぱカビがねこんな感じで出ていて、それがなかなか消えません。本当はもう少し大きい鉢にしてあげた方がいいと思うんですが、まあ今引っ越し先で、まあ北海道はこのような感じで雪一面雪なので、まだしばらく
このままで過ごすことになりそうです。はい、カーネーションね、一つのお花をずっと観察していきましたけれども、とりあえずね、こちらの方で一度終了したいと思います。ちなみにね、そうだ、これはもう去年植えて咲いてくれていたあのカーネーション、引っ越し先から花が咲いてたので持ってきたんですけど、引っ越し先っていうか引っ越しする時にね、ちょっとね、やっぱ引っ越しの最中に花が折れちゃったりとかして、下の方はね、まあ、まだ綺麗なんで、いっぺん切り戻してね、様子を見たいと思います。はい、カーネーションはね、多年草なので、まあ大事に鉢植えで育てれば花が結構ずっと咲いてくれるんですが、まあ毎年花つきは悪くなるようなので、でですね、まあ、ちょっとね、開花まで、種まきから開花まで 4.6 ヶ月と長い期間かかりますので、まあ普通はね、なかなか育てないかなと、種から育てないかなと思いますが、もし興味がある方がいらっしゃいましたらご参考にされてください。はい、では本日の札幌園芸日記はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。